はい、じゃあ、2回目の授業に入りたいと思いますね。ちょっと早口で、緊張していて分かりづらかったかもしれませんが、もう少し落ち着いてお話をしたいというふうに思いますね。こちらはですね、今回、ギリギリまで僕は切符を確保していて、北海道に行くつもりでいたんですけれども、急に熊本と福岡の、コロナの感染者が多くなりましたね。熊本では昨日も400人以上の感染者が出たので、そういうことで、教会の皆さん大変心配なさって、今回何か他の方法で授業ができませんかとこういうふうに言われて、そのことを梶川先生ご相談しましたら、Zoom でやっていただくのはどうですかとおっしゃっていただいたので、こうして初めての試みですけども、皆さんとこういう形であっても、お話ができることは僕にとっては非常に嬉しいことだというふうに思いますね。ただなかなか皆さんの表情がしっかりと見えるわけではないので、それで、何だか一方的にお話をしてしまうかもしれません。お聞きになっていて、もし皆さんですね、例えば質問があれば、できれば今日質問を書いたものを結城さんに、渡していただいて、それをメールで僕にいくつかの質問を書いていただくと、明日の授業で少し余裕があったらば、そこでお答えできたらというふうに思います。で、実は2年前にですね、全国的にこういうコロナ禍の感染者が増大していく中で、私たちの教会でも、とにかく大きな集会ができなくなってしまいましたね。それで、だいたい2回に分けて集会をしています。いつも10時から12時までが礼拝の時間だったんですけれども、今2回に分けて、第1回目の礼拝を10時から11時、第2回目の礼拝を11時から12時というふうに1時間ずつ分けて集会をしているんですね。でもお互いに入れ替わる時間も必要ですので、結局30分ぐらいの礼拝ですね。そしてあとは入れ替わりというような感じで、したがって僕の説教は以前に比べてずっと短くなっているんですね。そういう中で、この教会の礼拝でお話ししたことをもとに皆さんにお話ししていますので、つい僕のお話も以前よりはずっと短くなっています。ですから、さっきも55分の授業っていうのはなかなか皆さん聞くのも大変ですけど、話す方も大変だなと思いながら話しているんですけれど、ですから案外短く終わるかもしれません。ですから、もしよければ皆さんいくつか質問をですね、今日聞かれた後で、何でもこのテーマに限らないで、いろんな皆さんが考えていらっしゃる中で質問があれば、それを結城さんに渡しておいてください。で、簡単にそういう質問の言葉をですね、メールで送っていただいたならば、皆さんに様々な方面でお答えできるかもしれません。前回来た時にも大抵質問を皆さんから受けて、とても楽しい質問に答える時間をですね、いただきました。これからもできればよろしくお願いいたします。そういうような、熊本の状況で、ですけれども、熊本の教会の皆さんもですね、皆さんのために祈っていてくださいます。また、皆さんの学院を出た学生さんたちも、うちの教会には何人かいます。そして、今は僕も年齢を重ねて、今76歳になりましたので、説教をですね、日曜日の朝は月に1回休ませていただいて、そして他の方々が交代で説教してくださるんですね。その中の多くはこの学院を卒業した方です。その方たちが交代で説教してくださっています。
なかなか皆さん、自由に最近は力強くお話をしてくださるようになりました。やがて皆さんもですね、この学院を出られて、いろんな教会で、ご自分の教会だったり、使わされた教会で、御言葉の取り次ぎをなさると思いますけれども、ぜひ、自分の内面を豊かにして、よりですね、人の心に届くようなこのお話をされるように、皆さんぜひ祈りながら備えていただきたいというふうに思いますね。はい、それではですね、今日の箇所を読んで、そして皆さんと共に考えてみたいというふうに思います。マルコ伝に入りますが、マルコの第1章の16節から18節までをまずお読みしたいというふうに思います。よろしいですか？はい、それでは読みます。ガリラヤ湖のほとりを通られると、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。するとすぐに彼らは網を捨て置いて従った。もうこれも皆さんがよくご存知の箇所ですね。で、このマルコによる福音書の一章を読んでいきますと、そこにはイエス様の、初期の伝道の様子が書かれております。まずイエスはですね、ガリラヤ湖で漁をしておりました二人の男に言われました。私についてきなさい。すると彼らは網を捨ててイエスに従ったというふうにあります。次の箇所へ行きますとですね、後の方では汚れた霊に疲れ、大声で、イエスに向かって叫んだ人に向かってイエスは言われました。黙れ、この人から出て行け。すると汚れた霊はその人から出て行った。そういう記事が書かれております。そしてその他5つのことが記された後に、終わりの方にイエスについて書かれた言葉があるんですが、イエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられたというふうに、イエス様の隠れた生活が記されています。以上この3つの言葉からですね、今日この時間に、この皆さんにお話をさせていただきたいというふうに思うんですね。このイエス様の伝道の様子を見ますと、非常にイエス様の伝道にはこの力があった、力にあふれておる姿がですね、描かれておりますね。当然イエス様がですね、この伝道をなさるのに、人々はその強い力、大きな力に驚いただろうと思いますね。で、じゃあイエス様の力っていうのはいかがでしょうですね。どういうところに最もよく現れたのかということをですね、今朝一緒に考えてみたいわけです。イエス様の力が非常に顕著に現れたのは、第一番目に、それは人格的な感化力です。イエス様はですね、読んでわかるように、どこを見ても、まずですね、人を変えるという驚くべき力をお持ちであったということですね。人類史上、イエス様ほどにですね、大きな影響を人に与えた人はいないのではないかというふうに思います。で、それはですね、イエスの伝道の初期にですね、すぐに起こりました。ですね、まずそれは一個人から始まったことが書かれております。ガリラヤ湖の漁師シモンとその兄弟アンデレに、イエスが私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげようと、こういうふうにおっしゃいますと、なんと二人はですね、何の躊躇もなく網を捨てて、
そしてイエス様に従ったとあります。これすごい力ですね。彼らは自分の職業を捨てたんです。そしてイエス様の弟子になりまして、それ以降はですね、イエス様と生活を共にしたというふうに書いてありますね。家族は慌てただろうと思いますね。いきなり仕事を辞めて、そしてイエス様の弟子になり、イエス様と共に住む。これはですね、驚くべき、この影響力ですよね。彼らはもうイエス様についていかざるを得なくなった。こういうような影響を持っておいでになった様子が書かれております。ですから僕はイエス様の力で何が一番力強いかということを問われるならば、第一にこのイエスの人に対する影響力といいましょうか、感化力といいましょうか、それをですね、ぜひとも挙げたいなというふうに思うわけです。で、これは初代の弟子だけではありません。もうその後2000年にわたって一体どれだけの人がイエス様と出会って自分の人生の方向を転換したのか、これはもうわからないほどおびただしい数の人々がそういう影響を受けました。つまりイエス様に出会って人生を変えられてしまった、あるいは自分のやろうとしていることをやめてしまった、そしてイエス様についていった、あるいは皆さんの中にもそういう人があるだろうというふうに思いますね。内村鑑三という人をご存知ですよね。彼は札幌農学校へ行きました。何のためですか。そこで彼はですね、生物学を学び、魚類学を学んで、そして魚類学者になるはずでありました。ところがそこでイエス様に出会ったですね。その結果ですね、彼は人生の方向を大きく変えてですね、結局は彼の生涯は伝道者としての生涯でした。もし内村鑑三がイエス様に出会わなかったならば、今日我々が知るような内村鑑三という人間はいません。ですからもう本当に我々日本人として非常に感謝です。そういうような人物をですね、イエス様が変えて、そしてイエス様の弟子にしてくださった。その結果、私たちは内村鑑三を通してたくさんのことを学ぶことができますね。で、内村鑑三の本はですね、この聖書学者でありながら、なんと何回もその全集は出版されています。ですね、僕はだいたいその全集を2種類持っています。それからさらに著作集を1、2種類持っています。それぐらい繰り返し出版されている。全部で40巻ですね。教文館のは全部で60巻です。それだけのですね、キリスト教に関する書物を書くような人物をですね、日本に与えてくださった。これは彼がイエス様に出会って変えられたからなんです。ですから本当にイエス様は人を変えます。これが第一のね、大きな力ですね。熊本バンドってご存知ですか？ね、全国にですね、3つのバンドがあると言われます。明治の初期にクリスチャンになったグループです。一つは札幌バンドですね。内村鑑三だとか、あるいはまた新渡戸稲造だとか、そういう人々がそこでクリスチャンになった。もう一つは熊本バンドっていうのがあります。これはジェーンズという人がやってきて、熊本洋学校を作りましたね。そこに40人の学生がやってきましたが、彼はそこでですね、イエス様に出会うんですね。で、まあ、そこにやってきた40人の若者たちはみんな政治家になるつもりでありましたですね。ところがジェーンズはですね、この彼らのそういう野心に対して、若干の疑問を感じたんでしょうね。まあ、そういうことでですね、このジェーンズによって彼らは変えられて、なんとその多くが伝道者になったわけです。で、まあそういうふうにイエス様は大きな影響を人に与える。これがやっぱり第一番目の力ですね。で、イエスの感化には考えてみると2種類あります。で、第一はですね、この野心に満ちた人を徹底的に砕いて奉仕の人に作り変えます。
第2は失望落胆し、そして卑屈な気持ちで生きている人に自分の尊さを発見させて、より高い目的に献身させられます。まあ実にいろんな種類の人々がイエス様によって変えられて人生を生きたんですね。まあ熊本バンドの青年たちは第一の人たちでありました。彼らは野心に満ちていたですね。しかし神様は徹底的に彼らを砕いて奉仕の人に作り変えました。で、ジェーンズのもとに英語を学ぶためにやってきました40人の青少年たちにですね、ジェーンズは聞きました。君たちは将来何になりたいか。そうしますとね、みんなは答えた。大臣と言いました。総理大臣になりたいと言ったんですよ。まあ、明治の頃ですからね、もう本当に立身出世の人生観にあふれておりましたね。で、まあ、そういうわけで、彼らは大臣になるためにどうしても英語を勉強したい。こう言ってそこへやってきた。地位や名誉を求める彼らの立身出世主義に非常な不健全なものを感じましたジェーンズは、逆にですね、彼らに聖書を教え始めたんですね。やがてその青少年たちはジェーンズの熱意に、ですね、感化されて、そして熱心に聖書を読み始めた。で、そうしますとイエス様に触れた彼らに大きな変化が起こり始めたんですね。1年後にジェーンズがまた同じ質問をしました。君たちは将来何になりたいか。するとですね、その中で大臣と答えたのは40人の中でたった1人でした。すると他の39人の学生たちは、お前はまだそんなバカなことを考えているのかと言ったほどにですね、彼らの人生は大きく変えられたんですね。こうしてジェーンズによって教育を受けた彼らはですね、みんなイエス様を信じる者の契約に結伴をしてクリスチャンになりました。これはもう熊本で大騒ぎになりました。彼らはみんな武士の子供たちでしたからね、もう親たちからですね、もう本当にこの帰郷って言いましょう、信仰を捨てることを迫られて、あたかもですね、もうね、担当を突きつけられて、それでもですね、彼らは信仰をやめなかった。でもですね、驚いたのは熊本藩ですね、そういう学校にせっかくですね、アメリカから呼んだジェーンズが、この熊本の若者に良い教育をしてくれると思ったら、みんなクリスチャンになって大変なことになりましたから、その学校は閉鎖になりました。それで40人の若者たちはどこ行っていいかわからなかったんですね。でその時に、京都に同志社大学を始めた新島城という人がいました。そこでいくら学生を初めての集めてもなかなかいい学生が集まらない。それで新島はとても困っていた時にジェーンズは新島に連絡をしました。実は私が教えている40人の優秀な学生がいると、ね、彼らをどうかあなたのところに預かってくれないかと言いました。それで40人は皆同志社へ行きました。そこで初めて同志社に優れた学生たちが集まったんですね。で、その学生たちはとても優秀で、同志社で教えられることはあまりにもですね、まあ初歩的なことでつまらないと思いました。したがってその40人は同志社に行くや、みんなその学校の先生になりました。その後同志社の総長を2代3代4代にわたって続けたのはみんな熊本バンドの学生たちだったんですね。まあ、これほどにですねジェーンズはこれらにキリストを教えることによって大きな感化を受けたことがですね歴史の中で記されておりますね。でパウロという人もこれは自信にあふれた人でありました。野心的な人でありました。でイエス様は彼を変えたですね。彼はパリサイ人の中のパリサイ人、ヘブル人の中のヘブル人、律法においては落ちるもない人であったとあります。彼は自分こそが正しいと信ずるあまりクリスチャンたちを迫害しましたね。彼ほどに僕は自信にあふれた人はいなかったのではないかというふうに思うんです。しかしながらご存知のようにダマスコの途上においてキリストが彼に現れて彼を砕かれました。死にひれ伏したパウロはイエスに向かって言いました。
主よ、何をしたらよいのでしょう。彼はその後、イエスの宣教者となったことはご存知の通りです。イエスによる影響は彼の全人格に及びましたね。後に彼は言いました。私はイエスの奴隷です。私にとって生きることはキリスト。死ぬこともまた益です。こうしてですね、野心家であったパウロはイエス様と出会って完全に砕かれて別の人間に作り変えられた。まあ、こういう意味でですね、僕はイエスほどにこの2000年にわたって多くの人々に人格的な感化を与えた人はいないのではないかというふうに思います。さらにイエスは落胆し、卑屈な気持ちで生きている人も変えられましたね。皆さん、マタイの福音書を書いたマタイはご存知ですよね。彼は主税人の子でした。ですから彼は自分を誇ることができなかったですね。非常に卑屈な気持ちで生きていました。なんで自分はこんな税金取りの卑しい職業の家に生まれたんだろうと思ってですね、辛い、そしてまた悩みの人として、この主税所の前に座っておった。そのマタイをイエスはじーっとご覧になって、私についてきなさいと言われたんですね。その声を聞いたときに、マタイはハッとしました。そして立ち上がってイエスに従ったというふうにあります。その慈しみに満ちたイエスの招きの声に、彼の心は激しく揺さぶられたんだというふうに思いますね。こうして自分は思ったんですよ。私は初めて自分を人として見て認めてくれる人に出会った。この方こそはもう私の主だと思ったんですね。そしてマタイは一瞬にしてイエスに従う人となりました。この結果皆さん、マタイによる福音書というものが書かれたわけです。こういうふうにですね、この2000年にわたって実におびただしい人々がイエス様によって人生を変えられましたね。皆さんもその一人ではないかと思いますが、私もその一人です。もう私がこのイエス様に出会って最大の影響は何ですかと言われるならば、これはイエス様によって変えられたということです、自分が。それが自分の体験ですね。で、いつだかですね、この私のいとこがですね、その友達と一緒に僕を訪ねてきました。そして少しキリスト教に関心があるというその友達を連れてきたんですね。そうしますと、その3人は僕との会話が始まるとですね、すぐに質問をしました。あなたはどうしてクリスチャンになったんですかと聞かれたんですね。どうしてあなたはシャープという会社に勤めていて、それとてもいい会社だとあの当時は思っていましたが、どうしてそんな会社まで辞めて、このキリスト教の道に歩んだんですかというふうに聞かれたんですね。そこで僕はですね、答えましたね。イエスは僕のね、全存在を変えてくれたんです。ご存知のようにね、僕は、まあ、電気の学校へ行きました。電気を勉強するのが自分の目的だったんですけども、ところが行ってみて分かったのはね、電気の勉強は僕に全く合いませんでした。だから大きな進路を間違ってしまった。自分はやっぱりこんな学校をやめて大学へ進むべきだとこういうふうに思ったんですけども、家が貧しくてその道は開けませんでした。それで僕は大変な、まあ、落胆と失意の中にいました。勉強する意欲もなく投げやりにしておりました。そんな時に僕は16歳でしたけれども宣教師に出会いました。すると落胆している僕に向かって宣教師は言いました。米村さん、鉛筆と冷蔵庫とではどちらが値段が高いですかと聞いたんですね。そりゃあ冷蔵庫の方ですと言いますとですね、宣教師は僕に言いました。たとえね、鉛筆は値段は安くても鉛筆には鉛筆にしかできないことがあるんですよというふうに言われた時にね、僕はハッとしましたね。それで思いました。そうだ、僕も鉛筆になろう。どんなに値段が安くても鉛筆しかできない、そういうことをしよう。小さくてもいいじゃないか。
目立たなくてもいいじゃないか。しかし、自分しか生きることができない人生を生きる。これがイエス様が私に求めておられる人生ではないか。そう思ったらね、非常に大きな希望が湧いてきました。で、それまでは自分の人生観は立身出世の人生観でした。大学に行かなければダメだ。いや、大学に行って勉強して、さらに大きな会社に就職してというふうに、自分の人生の道が開かれることをですね、切実に求めておったんですけれども、その瞬間に僕はその成功主義のレールから降りましたね。そして決めました。もう人を見まい。人と比べまい。自分はただ神が自分に与えた人生を生きよう。で、こういうふうに自分はその時決心したんです。そういうような影響を与えた方がイエス・キリストなんですというふうに僕はお話しましたね。で、その時彼らは一応言いました。よくそんな決心ができましたね。でも僕は答えました。それが私がイエス様から受けた最大の影響ですと言いました。イエス様がなさる最大のことは人を変えるということです。僕は本当にイエス様に出会ってよかったなと思いました。で、実はですね、まあ、学校卒業して何十年ぶりかでね、中学校の卒業者たちの同窓会があって招かれていきましたですね。本当に何十年の間、彼らと会っていませんでした。で、驚きですね。まあ、そういうような、みんなそれぞれ、自分の人生を生きてきたんだなと思って同級生たちを眺めたんですけども、それ同窓会の後にね、幹事をしていた一人の女性から、まあ、手紙が来ました。こう書いてありました。今回の同窓会で最大の驚きは米村さんでした。皆さん一人一人のドラマを垣間見せていただきましたが、中でも米村さんの変化には驚きと不思議の感を抱いたことでしたと書いてあったんですね。で、中学時代の、ね、私しか知らない人たちはですね、彼らの想像したのとは全く違った人生を歩んでいる、まあ、僕に驚いたんだと思います。けれども、もし彼らがですね、僕の心の中に起こった変化まで見ることができるとしたならば、その驚きはもっと大きかっただろうというふうに思いますね。ですから僕は言います。イエス様があなたにしてくださった最大のことは何ですか？それはイエス様から受けた影響力です。彼は私を根本から変えてくれました。これがイエス様の働きの最大なものだと思いますね。ですから、今まで私だけではありません。イエス様で出会って、もうね、もう驚くほどの多くの人々がですね、イエス様によって変えられていったんだろうというふうに思います。ですから、もし、このイエス様の働きで一番力強いものは何ですかと問われるならば、僕はやはりその感化力、影響力、人を変える力に、置きたいと思います。ですから皆さん伝道なさっていていろんな人と出会います。こんな人がクリスチャンになるだろうかと思われる人でもなりますですね。で、イエス様に出会うと驚くべき変化をその人のうちに見ることができます。これがイエス様のなさる最大の働きですね。で、第2番目にですね、イエス様の働きですね、イエスの近い強い力が発揮されましたのは、これは何と言いましょうか、人間がしばしば陥っている悪の世界に対する力ですね。まあ、聖書はこういうふうに述べています。先ほども言いましたが、イエスは安息日に街道に入って教えられると、その街道に汚れた霊に疲れた人がいて、イエスに向かって叫んだ。それでイエスは彼を叱って、黙れ、この人から出て行けと言われると、その汚れた霊はその人を引きつけさせ、大声を上げてその人から出て行った。
それで人々は皆驚いて、これはどうだ、権威のある新しい教えではないか、汚れた霊をさえ戒められる、すると従うのだと言ったとありますね。このようにもう一つイエス様の伝道を見ますとですね、彼の力が非常に強く働いたものは何であったかっていうとですね、人々を悪から救われる、あるいは悪しき思いから解放されるですね。この悪霊に憑かれた人はさまざまな悪の力にですね、囚われておりましたが、そこからイエス・キリストは見事に解放される。これ一つのイエス様の大きな力の表れですね。皆さん、悪しき思いとは何か。恐れです。不安です。心配です。思い煩いです。で、これが全ての悪の根だと言われていますが、そういうものからイエスは力強く解放してくださいます。さらに不平、不満、自己憐憫、妬みや憎しみ、人を許せない心、こうした悪しき思いがいかがでしょう。どれぐらいですね、私たちの心を苦しめているか、また惨めにさせているかを思います。しかし、これらをですね、なんとかして自分で取り除こうと思ってもできないじゃありませんか。本当に一つの不安が自分の心にやってくると、不安が自分の心を占領してしまう。そしてどうしても解放されない。あるいはですね、思い煩い、あるいは人に対する妬み、あるいは憎しみ、そうしたものがしばしば私たちの心を占領して、それにとらわれてしまうことがあります。自分で何とかそれをやめようとしても、やめることができないですね。そういった私たちのですね、心の角質から私たちを解放してくださる方、これはイエス様です。イエス様の力はこの点に力強く働きます。ですから、悪しき思いから解放してくださる方はイエス様であって、これは人の努力ではできません。あるいは精神科のお医者さんと相談してもできないですね。これから解放する力を持っていらっしゃる方はイエス様ですですね。こういうふうにイエスはですね、初期の伝道の時にも多くの人々の悪しき思いから解放なさったことを読むことができます。でもですね、自分でできなければイエスはどうやってこれをなさったんだと思いますか。私たちはこういう思いからどうやって解放されるんだと思いますか。たった一つです。イエスを見るということです。イエスを仰ぎ見さえすればいいですね。そうおっしゃったの。じっと私を見よとおっしゃったんですね。皆さん、不安があるときですね、自分を見ない、人を見ないですね、イエスを見さえするならば、そこから不思議にですね、私たちは解放される。これはイエスの持っていらっしゃる力です。あるいはイエスの御顔の力と言ったらいいでしょう。イエス様の顔には大いなる力があります。ですから、どうか悩みのときにですね、人を見ないでください。自分を見ないでください。むしろイエス様を見るだけでいいというふうにイエス様はおっしゃっているんですね。若い頃、内村鑑三はですね、さまざまな内面的な葛藤で苦しみました。で、そしてそこから解放されなかった。解放されるために彼は何とかして良いことをしよう。できるだけお祈りをしよう。できるだけ聖書を読もう。できるだけ奉仕をしよう。ありとあらゆる努力をしましたが、解放されなかった。苦しみはですね、彼の心に嫌ましに増していきました。そういうような悩みの中にあるのを見てですね、アマースト大学の校長シーリーという人が、彼のそういう悩んでいる姿を見てこう言いました。内村、君は君自身の内を見るからいけない。君は君の外を見なければいけない。なぜ自分を見るのをやめて、十字架の上に君の罪をあがなってくれたイエスを仰ぎ見ないのか、とこういうふうに言ったんですね。その言葉を聞いたときに、荒れ狂う内村の心に平和がやってきたと彼は言っています。ただイエスを見ればいいんだということが初めて分かった。
こうして彼は解放されたですね。こうして内村が主を仰ぎ見るというこの体験が彼の人生の大きな転機となったということを書いていますね。どうぞ皆さんですね、私たちも地上の重荷で心がいっぱいになることがあるかもしれません。そんな時はですね、立ち止まってですね、ただイエスを思うだけでいいんです。イエスもじーっと見つめます。イエス様の顔には驚くべき力がありますですね。私たちがイエス様を見るとその瞬間に絡みついていた重荷が転がり落ちていくのを私たちは感じると思います。ちょうど皆さんですね、多くの人々が疲れた時どうするかっていうとね、遠くを見ます。山を見る。自然にですね、足を向けます。そして山をじーっと見ていると不思議に心が落ち着いてくるっていうのは、これはクリスチャンでなくても多くの人々が経験しますよね。だから詩編の記者は言っています。私は山に向かって目を上げる。我が助けはどこから来るであろうか。我が助けは天と地を作られた主から来ると言っていますけれども、まさに私たちは山を見て本当に心が癒されるのを感じる。そのようにイエス・キリストを思うだけで、ね、僕たちの心は非常に、この癒されていくのを感じるというふうに思いますね。だからパウロは言いました。主の栄光を見つつとあります、ね、私たちは栄光から栄光へと同じ姿に変えられていくんだ。我々に変化が起こるのはね、ただイエス様を見ればいいんですよ。時々もっと祈らなければと思います。もっと聖書を読まなければと思います。でもですね、それよりもまず大きな影響を受けたいと思うならば、イエス様を見ることです。じっとイエス様を見つめることですね。だからですね、このヘブル書の記者は言いましたよ。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。これはですね、力の秘訣です。ないならば力はそこから来るからです。神の助けはですね、このイエスを見さえするならば、そこから天の雨が地を潤すようにやってくるだろうと思いますね。で、人間とその顔という本を書きましたピカートという人は言いました。人間の顔っていうのはですね、実は人に向けるためにあるのではありません。私たちはね、鏡を見て自分の顔を鏡で見てですね、大丈夫かどうか見ますよね。それは、ね、人に見せるために自分の顔があると思っているからです。でも我々の顔は本来人に見せるためにあるのではありません。これはですね、むしろ人間の顔は人々にというよりも、むしろ神に対して捧げられているものだと彼は言いました。人間の顔は何よりも神様に対する返答なんだ。顔は作り主に対して答えるのだ。私たちの顔は神に向かって捧げられなければならないと言っています。だから私たちはイエス・キリストを見つつ栄光から栄光へと変えられていくんですね。ですから皆さんね、ぜひですね、辛い時イエス様を見てください。それだけでいい。それが信仰なんですよ。そこから信じられないような大きな力が来ます。どうですか、皆さんがイエス様を見つめるとイエス様はどんな顔をなさっていますか。イザヤが見たイエス様の顔はどんな顔であったかというとね、こう書いていますよ。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。これは皆さんイエス様の顔なんですけれども、でもね、こういうようなイエス様の顔をじっと見つめると、ああ、この方があのように蔑まれ、人々からのけものにされたのは、
これは私たちのためだったんだなと思うと、とても癒されるんです。ですね。ですから、イエス様の顔を見つめるだけで、私たちの心は癒されます。ですね。で、もうこういうようにですね、このイエス様の顔を私たちが見るだけで慰められますよね。さらにですね、イエス様の顔ですね、このを見ると、そこには慈しみに満ちた顔があります。一体どれだけの人がこのイエス様の慈しみに満ちた眼差しによって、ね、人生の再生をしてきたんでしょうか。で、イエス様が3度イエス様を選んだ時にですね、本当に後悔しました。悲しくて泣きました。そして激しく泣いている時にイエスは彼を振り向かれたとありますね。その時に自分はイエス様を裏切ったのに、その時にイエス様にあったその眼差しは慈しみに満ちた眼差しでした。それがですね、ペテロの心を変えたですね。ですからどうぞ皆さんですね、我々のできることは何かというとですね、これはイエスの顔を見ること、これがですね、信仰だというふうに思いますね。ですからどうぞ皆さんですね、この私たちがこの第2番目にですね、このイエス様がこの発揮された大きな力は、私たちの悪の思いから解放されることでありましたが、その道は何であるかというと、イエスはですね、私を見なさいということに解放なさったんです。ですから私たちもただイエスを見さえすればいいんだというふうに思いますね。で、3番目にですね、皆さんにお話ししたいのは、どうしてイエスにはそういう力があったのかということです。イエスには驚くべき感化力があったと言いました。第2番目には、人々を悪から解放する力があったというふうに申しました。どうしてイエス様にはそういう力があったのか、その力の秘訣はどこであるか、何であるか、それを聖書はこういうふうに言っております。読みましょう。さて、イエスは朝早くまだ暗いうちに起きて、寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。ここにイエスの力の源泉がありました。つまり彼は人から離れ、一人になり、神と時間を過ごされました。イエスの偉大さは実にこのですね、孤独な姿にあったんだというふうに思いますね。で、皆さんですね、自分の人生を少しでも個性的に、自分なりの人生を生きたいと、もし皆さんが思われるならばですね、これはですね、自分の世界を持つことです。自分の世界とは何か、神様と二人だけの世界を持つことです。これが僕たちを個性的にします。他の人とは全く違う人生へと僕たちを導くのは、私たちがたった一人で神様と共に過ごす時間を自分の人生の中でしばらくの間持つことです。あるいは一日の中でわずかでもいいのでそういう時間を持つことです。ぜひね、それをなさるならば、皆さんはですね、神様から驚くべき力を受けることができます。ですから偉大な使命に生きた人たちはみんな自分一人の世界を持っていました。彼らはですね、孤独な生活の積極的な意味を知っていたんですね。というのは、人はみんな一人になることを学んで初めて主体的で創造的な人生を生きることができるからです。だから皆さんね、一人になることを恐れないでください。ね、いつもいつも誰かと一緒でいなければならないというのではなくて、時に一人になることはとても大切だと思いますね。私の娘がですね、アメリカの大学で学んでいた時でしたね。で、その当時日本からの留学生は多かったんですね。特に、語学学校なんか行きますと日本人がいっぱいですね。そうしますとですね、せっかくアメリカに行ったのに、まあ、日本人だけのグループができちゃうんですね。
大体、どこ行ってもグループを作るらしい、日本人はですね。で、私の娘はですね、友達の失うのを恐れて、そのグループが一つではなくて二つぐらいできるらしい。そうすると、どっちにグループに入ろうかというふうにね、この悩むわけですね。まあ、そういうような問題を抱えておりました。すいません。この話ちょっとする前にですね、ちょっと休憩いいですか？ 2、3分。すいません。また戻ってきます。ちょっと待ってください。ごめんね、はい、じゃあ続きます。はい、ね、第3番目にですね、そのイエス様のその力の秘訣がどこにあったかということをお話ししていました。それは彼がですね、やはり神様と一人時間を過ごすという特別なこの力を得る道をお持ちだったんですね。同じようにですね、やっぱり僕たちも個性的な、あるいは自分なりの人生を生きようと思うならば、私たちは自分の人生のどこかで、あるいは自分の一日のどこかで神様とだけ過ごす時間というのはね、大切だと思います。これはとても大きな影響を与えますね。で、さっき例を挙げて話をしていました。私の娘がね、アメリカの語学学校に最初いまして、その後、その自分のこの進む大学へと向かったんですが、語学学校はたくさん日本人がいて、やっぱりグループができて、しかも2つぐらいあって、そうするとやっぱり友達を失いたくないんで、やっぱり、どちらかのグループに入りたいと思うわけですね。で、入ろうとすればこちらとの対立があったりして、すごく悩んでいましたね。そうしていつもですね、このどちらをも傷かって傷ついて振り回されておったんですね。そんなことを言ったので、僕はね、彼女に言いましたですね、どちらのグループにも入らないで一人でいなさいと僕は言ったんですね。で、彼女は迷っていましたが、やがてその助言に従って思い切ってですね、もう一人になってしまいました。で、すると間もなくね、手紙が来ました。で、一人でやっていこうと決めたら気持ちがとても楽になりました。日本人以外のいろんな国の学生たちと喋ったり、
一人でピアノを練習したり、自分で時間を使えるようになってきました。あと1年半、自分次第で充実した体験を持つことができる良いチャンスなんですから、頑張ってみようと思います。というふうに返事が来ましたね。逆に思い切って一人になると、逆に自由になった。そしてどちらのグループにもとらわれないで、どちらのグループの人とも交流ができるようになった。また外国人たちとも自由に交流ができるようになった。その自由をですね、彼女は体験したことを僕にですね、後に手紙を書いてくれました。同じようにですね、逆に私たちが一人になるとですね、一人でいても構わない、そういう力を神様からいただくと、多くの人とですね、かえって自由に交流ができるようになるものだというふうに思いますね。イエスはどんな人に対しても分け隔てなくですね、交流を持たれました。それはなぜか、彼が一人立っておいでになったからだというふうに思いますね。ですから、ボーロワーという人は言いました。偉大な仕事をする人は、すべて、あるいはほとんどすべて、時々は世間から引っ込んで暮らす術を心得ているというふうに言いました。また、エマーソンという人は言いました。学生に進めたい大事なものは何だろうか。それは孤独、そして沈黙である。彼が自分の思想に親しむためだというようなことを言っています。ですからですね、どうぞですね、皆さん、一人になることを恐れないで、いや、むしろそれに積極的なですね、意味を与えられるようにと願いたいと思いますね。では、どこから始めるのかということです。今は皆さん人生でこの学院生活をなさるということは、とても珍しい一つの体験だと思います。そして特別な時期だというふうに思いますね。もちろん皆さんはここで聖書を学んだり、そしてまたいろんな地域からやってくる、一緒に学ぶ仲間たちとの交わりをとても楽しみにも思っておいでになると思いますけれども、また同時にこれは人生の多くの何と言いましょうか、流れの中からちょっと皆さんはその汽車から降りて、今ここに滞在なさっているわけですね。その時間の中で神と共に過ごすというその時間をですね、ぜひ大事なものとして学んでいただきたいなというふうに思います。もしそれが皆さんの習慣になるなら、つまり人生のどこかで神とだけになる、一日のどこかで神とだけになる、そういう時間から来る祝福を自分の体験とし、そしてまた学ばれるならば、これは皆さんの人生で大きな祝福になるというふうに思います。イエスの力の源泉は、彼がたった一人、弟子たちからも離れ、人々からも離れ、このですね、誰もいないところで神と交わっておいでになった、そこにイエス様の力の源泉があったというふうに思いますね。ではですね、我々はそれをどこから始めるかですけれども、第一はですね、毎日どこか一定の時間と場所を決めて一人になられることであります。いつでも構いません。朝早くでもいいです。あるいは夕方でもいいです。寝る前でもいいです。でもどこか一定の時間と場所をですね、決めてですね、一人になられることですね。で、僕はですね、もう長い間朝早く起きて散歩をします。で、早い時は5時です。最近は5時15分ぐらいから歩き始めますね。で、1時間ぐらい歩く。誰もいません。そういう、まだ真っ暗ですね、こっちは。北海道は5時半ぐらい、もう明るいと思いますが、こちらはまだ真っ暗なんですよね。そこをたった一人で歩きます、1時間。それは僕にとって非常に大切な時間ですね。ですから別にそこで、ひざまずいて祈るとかそういうことはしません。ただ歩くだけです。歩きながらですね、神様のことを考えます。でも一人である。そして時には星を見ます。月を見ます。で、そういった中で本当に静かな時を持つんですが、それは僕にとって非常に大きな宝ですね。少し明るくなると山が見えます。ですね。それもまた非常に大きな慰めです。ですから人間はですね、やはりどこか自分だけになる。
神と共にいる時間っていうのは、この人間が人間として生きるためにとても大事なことなんではないかと思うんですね。ぜひそれを皆さんですね、決めて持っていただきたい。第2番目はですね、一人になったら、これは神を見上げます。静かに神を思います。それだけでいいですね。聖書を読まなくちゃいけないとか、あるいはですね、祈らなければならないとか思わなくてもいいんです。ただ、じーっと神様のことを思う。それだけでいいですね。いろんなことが思い浮かんでくるかもしれません。これまで神様が導いてくださったことに対する大きな感謝が生まれてくるかもしれません。それはどのような状況でも構わない。ただ、じっと神様のことを思うわけですね。それが第2番目。そして第3番目はですね、少なくともその時間はですね、他人と比較しない。競争することはやめる。そういう決意の時です。私はもう他人と競争することはしない。他人と比較することはしない。自分は神様から与えられた自分の人生を生きるのだという思いをですね、そこで確認を取ります。そして第4番目は、自分の人生をできるだけ簡素にしよう。複雑にしないで、持ち物も、そしてまたですね、この様々なものを簡素に生きようということですね。ね、まあ、そういうような一つのですね、生活をですね、自分でやってみようと思われるならば、時々立ち止まって、そういうふうに思われるなら、皆さんの人生はうーんと整理がついていくだろうというふうに思いますね。ですから、ぜひですね、このイエス様とそういう一人の生活をですね、お持ちになっていただきたいと思います。で、そこからですね、一人になるときに初めてですね、独立した人間形成ができると思います。それは孤独とはまた違います。孤立することとは違う。独立と孤立は違いますね。独立した人は必ずね、周りの人とも非常に健全な交流ができるようになります。でも孤立してしまうとですね、私たちはこのだんだん卑屈になっていってしまいます。でも神様は孤立ではなくて独立をお求めになるんだと思います。神様と共にあって私たちの魂が自立していきますと、きっとですね、多くの人々に対して奉仕の道が開かれるのではないかというふうに思います。以上ですね、イエス様の伝道を見てきました。で、イエス様の力は驚くべき人間に対する感化力にありました。皆さんね、これから卒業なさって、あるいは伝道したり、人をイエス様に導く働きをしたいと思っていらっしゃる方あると思います。でも、伝道とは何かって一言で言うと、それは感化することです。感化力ですね。私たちがある人にどれだけの影響を与えることができるか。僕たちはイエス様から影響を受けた分しか、人に影響を与えることはできません。ですからですね、ぜひイエス様からの影響を今後受けていただきたいですね。そしてイエス様の力は悪しき思いからの解放にありましたけれども、私たちはただイエス様を見つめるだけで、そこから解放されます。まあ、そうしたことも覚えながら歩んでいただきたいというふうに思います。じゃあ最後に一言お祈りをして、お祈りを終わりたいと思います。天の父なる神様、こうしてまた皆さんと今日第2回目の学びの時を持ちました。どうぞ、本当にこのズームでの授業でありますから、制限はありますけれども、聖霊が働いてくださって、一人一人の心の中に何か学ぶべきものを与えてくださるようにお願いをいたします。また学生たちの心にこの質問があり、また尋ねたいことがあるならば、共に私たちはそれをこの考えて、そしてあなたよりの導きを得たいと思います。どうぞ学生たちの心の中に今日も働いてくださいますように。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。はい、どうもありがとうございました。また明日お会いしましょう。
じゃあ、先ほど本を見せましたので、皆さん、自分の読みたい本とか、もし希望する本がありましたら、書き留めてくださいね。じゃあ、ゆうきさんからのお便りを待ちます。また、質問があったら、質問があるととても嬉しいです。そうすると、僕の授業が早く終わったときは、質問にお答えすることができますから、ぜひ書いてゆうきさんに、渡してください。はい、では明日お会いしましょう。さようなら。はい、先生ありがとうございました。はい。じゃあ皆さんも質問の方よろしくお願いします。先ほど LINE でお送りしましたので、詳細については、はい、確認してください。じゃあすいません。先生の方、こちらから切らせていただきますので、Zoom の方切らせていただきます。はい。はい。はい。よろしくお願いします。はい、また明日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、失礼します。